皆さんおはようございます。今日は3月の25日の土曜日です。今ね、午前9時半ぐらいなんですがね、先ほどね、うちにいるその高齢者をね、デイサービスの方に送り出してね、今ちょっと休んでいるところです。実は今日はね、YouTube の方に今回アップしたのはね、興味津々シリーズというものをちょっと作ってね、今回はね、縄文時代の前にあったじゃないかと言われてるね、そのカタカムナ文明というものについてちょっとお話ししたいんですがね、これはね、私は比較的そういうものっていうのは、まあ信じやすい方というんですかね、あまり疑わないんですよね。いろんな説があっていいと思うんです、当然ね。で、ましてやその1万年以上前ですから、そんな物的なね、そういう遺跡なんてのはもうほぼほぼね、岩石でない限りは残ってないんですよね。ほとんどね、もうほとんど土壌に変わっちゃっていますからね。で、そういうことから比べるとね、そういうものがあったと言われているんですが、それはね、そのカタカムナ文明というのはなぜそういうことが知られてきたかということからね、まずお話ししたいんですがね、ちょうど当時ね、そのカタカムナ文明があったとしてね、いや、これは約1万2000年前ということなんですが、その時期というのはね、例えば古代ギリシャのね、哲学者のプラトンが本人も書いている、例えばアトランティス大陸、それからね、イギリス人のジェームス・スチュワートさんという人の本の中に書かれているそのムー大陸というね、多分皆さんどちらも名前聞いたことあるでしょうね。そのアトランティス大陸とムー大陸がまあほぼほぼあったと言われる時代なんですよ。その1万2000年前というのはね、その時代に日本はカタカムナ文明があったという説があるんですがね、まあこれはね、兵庫県でしたかね、のいわゆるその山の中にカタカムナ神社という神社があってね、そこの御神体のその書物というのかな、巻物というのかな、これをね、その当時のそこの神社の宮司さんの子孫なんですよね、この方が伝え持っていてね、それをね、当時のね、いわゆる電気技師だったのかな、楢崎光月さんって方がね、たまたまそこの山のね、電位測定をしていたそうです。で、その時にね、そこの神主の子孫の方と巡り会ってね、その方が持っているその巻物、これを見た時にね、これは何だということでね、それをね、写本をして、そして後々ね、この方、楢崎さんがそれを、まあ、解読したというんですかね。で、解読したものを発表した。で、その時からこのカタカムナ文明というものが、この世に出たというんですかね、発表された時からね。で、それがね、カタカムナ文字というものが、その、楢崎さんが解読したり、その、文字というか記号ですね、そのものが、その巻物の中から出てきたものがね、まあいろんな研究家が出てきたりね、あとそれを伝承する方が出てきたりね。で、私はね、それを利用したね、医療に使っているね、丸山先生って言ったかな、その方のいわゆる YouTube のサイトでのね、いろんな動画も見たりもさせていただいたんですがね、で、いろいろね、本当に当然ね、今の人間にわからないことってのはたくさんありますしね、知らないから証明できないから嘘だとも言えないんですよ、これはね。だから私はね、比較的そういうものを意外と信じる方なんで、まずはね。で、それをいろいろ読んでみました。で、今ね、画面の方にね、乗っかっているその額の中に入った模様というのは、これは丸山先生っていうお医者さんがね、そのカタカナ、カタカムナ文明の中で使われてた文字というんですかね、そこからこうね、こうデザイン化したね、ものの記号なんですけどね、これを何種類か私ね、額に入れて、いろいろ、まあ、家のね、壁にかけたりなんかして、その風景です。で、これね、なんて言うんでしょうね、その、カタカムナ文明そのものにも当然興味があるんですが、そこで使われている記号、文字というかね、これがとても本当にね、丸山先生の解説している内容が主になるんですが、
とても私にとっては、なんて言うんでしょうね。まあ、まともというか、なるほどなと思うような内容なんですよね。だからこれをね、なんて言うんですかね。宗教とかなんかではないんですよ、これはね。だからこれを信じるか信じないかっていうのは、個人のね、様々な人の自由ではあるんですよね。で、私はね、今回取り上げたのは、本当に自分自身でも試してみようと。で、これがね、人間の持っているその電気とかね、磁気のエネルギーというものを正常化するものなんだという、その丸山先生のその唱えている説、なるほどなと思って私は本も読ませていただいたりね、そのビデオを見させてもらったんですがね。まあこれをね、私以外にも知らない方がいたんであればね、知っていてちょっといろいろね、YouTube なんかでも見れますから、皆さん、ちょっと勉強してみたらみたいなね、提案としてね、今回ね、私が YouTube にこの今日の動画をね、アップさせていただいたということです。ね。ね、だからまあね、本当に、こういうものがですよ、ね、本当に人間にとっていい影響を与えるんであればね、これほどなんて言うんですかね、合理的な方法の人間の生命維持というか健康維持の方法はないんでね、必ずしも高い薬を買って飲んだからどうこうという、そんなレベルじゃなくてね、全くそのお金に関係なく、そういうものが人間自身の持っている自然治癒力というものがね、生かされるようなものを、いわゆる超古代文明のね、カタカムナ人の人たちが伝えてくれたんであれば、これは大いに我々は利用すべきだと思うしね。まあ万が一それがね、そうでないとしてもですよ、デザインのアートとして楽しめば私はいいんじゃないのかなぐらいに考えてるんですよね。でも私は信じたいと思いますね。まあ今日はね、そういう紹介をさせてもらいました。当然私より先にもとっくにそんなことは知ってるよって方も大勢いらっしゃるでしょう。でもね、改めてもう一度ね、なんつうんですかね、疑わない気持ちで見てみるということが大切だと私は考えてます。ね、そういうことでね、紹介をさせていただきました。以上です。